はい、どうも、金子でございます。ということで、今日なんですけども、いつも船釣りばっかじゃないですか。なので、まあ、たまにはね、防波堤からのんびりと釣りがしたいなということで、防波堤から釣りをしに行っていきます。ほんでね、実は今の時期、簡単に釣れて、めちゃくちゃうまい魚がいるんですよ。それが、ハゼ。ハゼうまいですよね。釣って楽しいし。なんですけど、このハゼって、実は今の時期、肝がめちゃくちゃうまいんですよ。肝といったらやっぱりカワハギをイメージすると思うんですけど、カワハギって結構釣るのむずいじゃないですか。餌取り名人って言われるぐらいなんで。なんですけど、ハゼは簡単に釣れますよね。でその反対に釣るハゼの肝が最もうまいなと思うのが僕秋なんですよね。地域によると思うんですけど、今の時期すごく美味しいので釣りに行きたいと思います。ハゼってほんと簡単に釣れるんです。こんなんですよ。このぐらいのうなぎ釣り用の竿なんですけど、僕のリールと竿でセットで2000円ぐらいの、もうこれで釣れますからね。針とかがないんで、針だけ買いに行きましょう。さあ、買いに行きましたと。失礼しまーす。ハゼ釣りだから、そうだね。ハゼ針、ハゼ針。キスのこういうのでもいいな。こういうのでもいいんだよ。投げ針とか。でも、ハゼはね、ぶっちゃけ何でも釣れるんですよ。あ、これこの流線。これこれ。これ最強。これでいいや。ちっちゃい頃よく買ったな、こういうの。これがあればもう、バッチリですね。日本海にも一応買っていきますか。投げ釣り。これも買っていきましょう。いいよね、こういうなんか昔ながらの釣り具屋好きですわ。ごめん、重りはこれ、もう樽重り。もうこれとこれだけでいいです。もうあとはどんな竿でもいい。正直もう竹竿とかでもこれで釣れちゃいますからね。これであと1、5回買って釣り場へ行きたいと思います。到着と。もう大体ね、ハゼは今の時期河口周りだったらどこでもいると思いますよ。なので今日は肝を食べたいので、ある程度水質がそこそこ綺麗なとこがいいですね。いやー、懐かしいな、俺こういう釣りばっかやってたんですよ、ちっちゃい頃。これ一本針が一番扱いやすい。くるくるーっと樽おもり流線の針をクリンチノットでつけると。もうこんなんで OK です。で、磯目こうぬるぬる滑っちゃう場合はこうやって砂つけるんですよ。砂をつけるととっても持ちやすくなる。口から入れて、はい OK、 こんな感じ。よし、もうじゃあサクッと釣りましょう。まあ10匹ぐらい釣りたいかな。シュッ、投げます。手怪我してますけど、もうほんと全然リールとか負けるんですよ。来た来た来た。あ、おーおー、めっちゃおるわここ。多分ハゼだけどなこれ。で、河口付近なんでハゼ以外にもたまにウナギとか、あとスズキの子供、セイゴとかも釣れますね。でも今日狙ってるのはハゼですから。あー、餌取られてるわ。来た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 。これはもう釣れてます。ハゼっぽいねこの引き。でもちょっとちっちゃめ。お、来た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 。ほい、まあハゼちゃんですね。釣れました。オッケー。よし、そしたらクーラーボックスに入れて、はい、あとこれ海水入れてブクブク入れて持ち帰ります。イカシで持ち帰りたいんですよ。でもキスの時もやりましたけど、やっぱりイカシのお刺身がうまいんですよ、ハゼは。どんどん釣っていきましょう。今日ちょっと風が強いから濁りだな。現地の水を入れて、よいしょよいしょ。でクーラーボックスに入れると。で必ずブクブクですね。ブクブクを入れておくと OK。 はい、こんな感じ。あ、かわいいなハゼ。上から見てるとほんとかわいい。お、釣れてる。もう置き竿でヒットしてるわ。おい、ありがとうございます。どんどん釣れるわ。釣れたね。釣れる釣れる釣れるでしょ。釣れるな、ここは。そう、釣れる。ここはお母さん、ハゼがようけおるな。ハゼがようけおるなあ。ハゼがおるな、うん、これ美味しいんだよ。食べたことあるお母さん、これハゼって。あ、ない。ない。これね、お刺身がすっごい美味しいの。ほんと。そうだよ。ここはいいポイントですね。もうだって置き竿で釣れるって最高じゃん。いや、船釣りもいいけどね、やっぱこういう釣り好きですね。もう結構船酔いしちゃうんで、こういう海が荒れてる日は陸で楽しむのもいいですね。で、こういう河口で釣れるハゼで、もう一種類ね、ハゼがいるんですよ。まあ、ハゼとは別に。それね、ウロハゼっていう名前のハゼなんですけど、そのハゼはあんまり肝を持ってないんですよね。やっぱマハゼが今の時期すごく美味しいんですよ。ただウロハゼの方が身はすごく分厚くてふっくらしてるんですよね。でも今日は僕肝を楽しみたいので、起きた。シャー、まあ、ハゼを釣りたい。結構でかいですよこれ。ほらほらほら、来た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 。ほら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 、ほら上がってきた。いくよ、せーの、はい、よいし
お、これ大きい。マハゼ綺麗にかかってますね。ものの数分でもう4匹。1匹で2枚刺身が取れますんで、もう8枚お刺身が取れましたと。これ釣れた。ちょっと取れてなかったですけど、これがウロハゼ。どうですか、マハゼと比べてちょっとまだ違いますよね。なんか顔がのっぺりしとると言いますか。ほら上から見てもこれマハゼと全然違いますよね。これもね、美味しいハゼなんですよ。これウロハゼ、これマハゼ。ほら、まあ、大きさが今回のウロハゼでかいですけど全然違いますよね。このウロハゼは本当に身が美味しい。天ぷらとかしたらもう最高ですよ。よし、そしたらもうちょっと釣って帰りたいと思います。それでは帰宅。よいしょ、ただいまということで帰ってまいりました。ものの15分ぐらい釣ってきました。で、釣果がこちらですね。じゃん、こんな感じの釣果となっております。まあ、大体ハゼが10匹ぐらいですね。ほんで生後も1匹釣れました。で、あの一番大きいやつ、これがウロハゼですね。そしたら今日はこちらの釣れたてのマハゼを使ってマハゼのお刺身を作っていきたいと思います。これがうまいんですよ。これを伝えたかった。で、ちょうど今ね、手も怪我してますんで大きい魚さばけないのでね、こういう企画でやっていきたいと思います。意外と綺麗なところで釣ったのでお刺身で全然食べられます。ハゼというと大体天ぷらとか、あと甘露煮とか、あとは焼きハゼとかね、そういったものを思い浮かべがちなんですけど、実はお刺身めちゃくちゃうまい魚なんですよ。本当に美味しい。僕居酒屋さんにハゼのお刺身とマダイのお刺身同じ値段で2つメニューがあったとしたらハゼを取りますから。時期にもよるんですけど、ハゼのお刺身出してるとこなかなかねないんですけど、そのぐらいハゼは美味しい魚ですので、今日はこちらでお刺身を作っていきたいと思います。じゃあまずこちら締めていきましょうか。そしたら氷締めでいきます。ウロハゼ1匹釣れた生後ちゃん、これも食べてみましょうか。よいしょ。そしたらお水も少し入れまして、仮死状態にしていきます。はい、そしたらさばいていきます。まずは生後からいきますか。よし、まず鱗取っていきます。もうこういう小魚は包丁が一番早いですね。はい、そしたら頭を落として内臓を取ります。はい、こんな感じ。次はハゼですね。ハゼも一緒ですね。鱗をしっかりと取っていきます。皮引いちゃうんですけど鱗は取ります。ハゼは特に鱗を取らないと綺麗に皮引けません。それに鱗を取らないと皮引いた時にすごく身に鱗がついちゃいますんでね。そしたら頭を落とします。で、ここ注目しとってくださいね。いきますよ。お腹を割るとほら、この大きな肝を見てください。これです。これがマハゼの肝ですね。こんなに大きい肝が実は入ってるんですよ。で、これがねうまいんです。これ一個一個の肝はこのぐらいで、指先ぐらいの大きさでちっちゃいんですけど、10匹も集まれば結構な塊になります。この時期は本当に肝が大きいんですよね。毎年僕この時期はよくハゼ釣りに行くんですよ。で、これがウロハゼですね。ちょっと違うの分かりますかね。顔も全然違うし、ウロコの大きさも全然違います。ウロハゼの方がウロコが大きいですね。僕の経験上ウロハゼはこの時期もね、そんなねマハゼほど肝が入ってない印象だったけど、こいつ入っとるな。うん、入ってます。でもちっちゃいですね。やっぱこれです、ウロハゼの肝。こっちがウロハゼ、こっちがマハゼ。ウロハゼの方があんなに魚体が大きかったのに、肝の大きさはほらほぼ一緒っていうか、なんならマハゼの方が大きいぐらいですね。それにこうマハゼの方が身の色がこのクリーミーというか、ふっくらしてるというか、美味しそうですよね。そうなんですよ、マハゼの方が肝がうまいんですよ。やっぱそうだった、気のせいじゃなかったか。ただこのマハゼの肝で検索すると、なんかマハゼの肝危ないとか寄生虫とかいろいろ記事が出てくるんですけど、どうなんすかね。僕結構昔からずっと食べてきてますけど一回も当たったことないんですよね。まあでもね、一応自己責任ということでお願いしますね。よし、こういう感じでどんどん頭落として肝持っていきます。ほんでこの肝にちょこっとこう黄色い玉がありますよね。これです、この黄色い玉。これはニガナマなのでこれは取りますね。そこだけ注意ですね。はい、これ頭と内臓が取れて、これが肝だけですね。ではこちら下ろしていきますね。ハゼはとっても小さくてさばくの大変ですけど、綺麗にさばけばちゃんとお刺身取れます。わあ、お乳の包丁よく切れるな。よいしょ。わあ、これめっちゃさばきやすいな。1枚、2枚。なんでしょうね、これキスをさばくときに似てますね。もう魚体がちっちゃいんで大変なんですけど、手間をかければかけるだけうまいですからね。でハゼは本当にねそこら辺で釣れます。
東京の川とかでも釣れるらしいですからね。で僕結構ねハゼは食べるんですけど好きなんで、劇的に臭い個体とかには当たったことないんですよね。割とこんなとこで釣れるハゼ大丈夫なのっていう水域のとことかで釣ったハゼでも意外とね臭くなかったりしますから、ハゼはねすげえおすすめ。簡単に釣れるし食べて美味しいし、ただちょっとさばくのが大変かなと思いますけどね。ただ難しいんでね、やりがいありますよ。魚さばきはねこういうちっちゃい魚から覚えていくといいと思いますよ。で僕今親指の指先骨折してるんですけど、小魚さばくのには親指かあんま関係ないですね。なぜなら僕3本と人差し指1本、これで固定してこういう風に包丁使ってるからですね。親指はね使わないんですよ。いきますよ、親指浮かした状態で、この状態でいきますよ。こう入れて反転させて、でこっちもですね、まあ、本当はねちょっと親指こうやって添えてあると包丁がより安定しますからね。なんで親指はいつも添えるだけです。あーでも本当に親指でよかったなー。あーそう、セカちゃん見てない人に説明しておくと、僕蜂に追いかけられてこけて親指の骨折りました。ダセー、ダサすぎる。しかも金木犀の花に見とれていてね、何やってんだよ本当に。まあ詳しくはセカンドチャンネルに動画上がってますのでね、見てください。現場のリアルな感じがアップロードされてますから。さあそんなこんなでだいぶさばけてきましたよ。お、これ大きいな。これ一番大きいですね。このぐらいの大きさが一番うまいですよね。一枚漬けでも骨が気にならないサイズね。はい、オッケー。マハゼが全部おろし終わりました。次、これウロハゼですね。ほら、もう全然違いますよね。骨の感じも違う。ちょっとね、骨が硬いですね。ほら、もう入っていかねえもん。よいしょ。でこれ生後ですね、ちょっと持ち帰ってきました。あそこの生後は初めて食べますね。どんな味なんでしょうね。そしたら氷水にお塩、そしたら皮引いていきます。ハゼは炙りでもうまいんですけど、まあ、今日は皮引きますね。簡単にね皮引けますんで、意外と皮しっかりしてます。これがね気持ちいいんだよな。尻尾の方から刃先でシュッと、こんな感じ。本当に身だけ見たらキスみたいですね。どん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 剥いていきます。これがウロハゼですね。うわー、ウロハゼはなんかもっちりしてますね。身がマハゼと全然違います。こんな皮目で、セイゴちゃん、そしたらシャバシャバ洗ってよいしょ。そしたら水気を取っていきます。そしたらお次は昆布ですね。で軽く日本酒で拭きます。でお皿に昆布を引いて、でこの上にハゼの刺身を盛り付けていきます。昆布締めじゃないんですけど、この昆布をお皿にすることによって程よく昆布締めみたいな感じで味が移るんですよね。結構僕家でこれやります。で昆布締めって実はめちゃむずいんですよね。ちょっと時間間違えて締めすぎちゃうと、その魚が持つ美味しさとかがもう全部昆布にかき消されちゃうんですよ。昆布の旨味だけになっちゃいますんで、これね、ほんと昆布締めは難しい。締めすぎないことがポイントですよね。あ、これウロハゼですね。ウロハゼ。はい、こんな感じですね。ここがセイゴで、ここがウロハゼで、あとはマハゼですね。そしたら塩水氷に肝も入れていきます。まだちょっと血液とかがついてますんで、これを洗い流していきます。この中でこう苦玉の取り忘れとかあったら、これをしっかりと取る。で血も固まってたらこうやって取ってあげると、まあ、血は多少ついててもいいんですけど、この内臓のこの残りと苦玉、こいつだけは取ってあげないといかんですね。これですね、これ
黄色いやつ、これをしっかりと落としていくと。めっちゃ手間かかるんですよね、ハゼの刺身って。この肝まで食べようと思ったらウニぐらい手間がかかりますね。だからお店屋さんとかにもあんま並ばないのかな。そういうものこそやっぱり自分で釣って家で手間かけて食べたいですよね。これぞ釣り人の特権というお魚ですよ。もう一度言いますけど、肝は食べる場合は自己責任でお願いしますね。はい、そしたら肝取れました。こんなにたくさん取れました。そしたら綺麗に洗った肝を醤油皿に入れて、でお醤油入れて少し色を入れていきます。はい、これで釣れたてマハゼたちのお刺身の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、食べていこう。こちらがさっきまで泳いでましたハゼのお刺身。ほら、ちゃんと綺麗に刺身取ればこんなにたくさんできます。5回1袋がこうなりました。5回が500円なんで、500円でこれだけのお刺身が取れたということですね。もうちょっとね、5回半分にしたり節約したら、これの 1.5 倍から倍ぐらいの超過にはなったと思うんですけど、だいたい僕ね、いつも1人で食べる場合は10匹ぐらいですね。このぐらいあるとだいぶ飲める、結構酔える、そんな量です。よし、食べていきましょう。これうまいの知っとるけどね。よし、食べていきましょう。じゃあまずはこのマハゼいきますか。ここね、このちょっとね、昆布に張り付いてる感じ分かりますかね。このちょこっと昆布のうまみが身に移ってる感じがまたいいんですよ。これこんだけ魚体がちっちゃいんで、昆布ね、両面プレスして締めちゃうと30分ぐらいだったらいいと思うんですけど、もうそれ以上やると昆布に負けちゃう気がします。それに挟むと昆布2枚必要じゃないですか。このぐらい薄い魚は片面だけ昆布でいいんじゃないかなという結論に最近なってます。でこの醤油についたこの肝を、これを身に乗せて、これをいただくんです。いただきます。うめえ、味わい深いな。全然臭くない。カワハギの肝とはまたちょっと違うんですよね。どちらかというとおこぜの肝とかそっち系に近いですね。まあ、おこぜの肝よりちょっとまた柔らかいんですけど、すごい味が濃いんですよ。しかも今の時期やっぱうまいわ。木口のハゼ最高ですね。うまっ。うん、身だけでもうまい。ほんでこの昆布が効いてますね。いい油持ってますね。単品で食べても美味しいんですけど、やっぱりこの肝のせ、やっぱりこの肝のせが最強ですね。こうしてでちょこっとすだち柑橘かけて、これでいきます。うめえ、これよ。マジでアングラの皆さん、カワハギが釣れなかったらもうあの場所変更して河口付近に行ってハゼ狙いましょう。今の時期はハゼうまいですから。これはうめえ。でもね、やっぱすだちが入ると美味しい。ちょっとすだちかけて、うまっ。この大きさ骨全然気にならんしね。じゃあお次こちらのウロハゼいきますか。一匹だけ大きいハゼいましたよね。この皮目も全然ハゼと比べて違いますよね。こっちがハゼ、こっちがウロハゼ。なんかウロハゼの方がこうつるっとしてますね。これはじゃあお醤油だけでいきますか。いただきます。うん、歯ごたえすごい。あー、うまい。マハゼとはまた全然違うわ。ウロハゼの方がね、シャッキシャキ、歯ごたえがすごい。でも脂はマハゼの方がやっぱあるかな。うん、ちょっと骨気になりますね。お次セイゴいきますか。あえて血合い骨も何も取ってません。三枚おろしして腹骨すいて皮引いただけ。どうでしょう。いただきます。うん、うまいよ。生後はやっぱ後からスズキとか食べた時の特有のあの香りがきますね。骨気にならんな。うまいよ生後。昆布の味も相まってね、最高です。やっぱりこの肝のせが好きだな。肝のせすだちですね。うまっ。でこれちょっと食べるのコツがあって、このハゼの肝はカワハギの肝と違って結構硬いので口の中入れた時にとろけないんですよ。なのでまず最初に口の中で肝を潰します。で肝が潰れたらハゼの刺身も噛んで、こう口の中で混ぜ合わせるって感じの食べ方。これ裏ごししてあらかじめ肝醤油とかにしてもいいかもしれませんね。僕はこういうゴロッとした食べ方も好きですけどね。まず口の中入れて
舌で肝を潰してで身を噛むと美味しいわ。はい、というわけで今日はこちらの釣れたてのハゼのお刺身ときましたらお飲み物こちらでいきたいと思います。せーの、ゲン銀色のやつ。ここで銀色が登場と。うーん、よいしょ。はい、おお、ちょっと惜しいな。8対2ってとこですかね。いただきます。うめー、飲めちゃうな。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自分で釣ってきたハゼを使ってハゼのお刺身作ってみましたけれども、うまい、肝が特にうまい。さばくのはちょっと大変ですけど、まあね、10匹20匹やればだいぶ上達します。ポイントは鱗をしっかり取ることと、身だけになった状態をしっかりと塩水で洗ってきれいに塩水処理してあげること、で水気をしっかり取って昆布の上に引く、で肝は血をきれいに洗い流して苦玉をしっかり外すところですね。もうそれさえ守ればもうものすごい美味しい白身のお刺身が簡単に食べられます。今日中も本当に涼しくなって過ごしやすい気候になりましたね。休日はちょっとね、釣り具屋さん行って適当に安い竿を買って、今100円均一とかでも竿を売ってますからね、適当に安い竿とやはりちょっと買って 4,5 回1袋持ってハゼ釣りなんていかがでしょうか。とっても美味しいお魚です。船釣りもいいけどたまにはこういうおかっぱりの釣りもいいね。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。